どうもこちらです。よろしくお願いします。大津先生と五十嵐先生の後だと非常に話しづらいですが、二人とも迫力があってですね、少しここは実態の方から理想論はいいんだけども、じゃあどうするのっていう話で、必ずしも単元ないじゃないのというような話を実は持っておりまして、とりわけ、地方版創生総合戦略、まあ、常時したいと人口ビジョンと総合戦略という言い方をしていますが、これについて、これによって何を解決したいのか、別に僕は政府側の立場に立っているわけではなくて、従来から当然批判しながら提案していくというやり方をしたんですが、とりわけ今回の件については相当同情的でありまして、国に対して、しかし国のスキームそのものをやっていったらうまくいかないというのはよく分かっておりますので、じゃあこれを使いながらどうするかということをずっと考えております。でその時に今お二人の先生の話を含めて、実は根っこの課題の部分が共通してるんじゃないかと、国もお二人の先生もおそらくそのスキームで、大野先生のご提案も含めてスキームでやろうとした時にどこがネックになるかっていうことは多分共通してて、その悩みの解決の仕方が政府がやや現実的に提案をしているというように私は思っておりまして、そういう意味ではこの提案について悪くなければ乗っかってどう地方自治体の方から組み立てていくのかということをやっていかない限り、この国のとりわけ地方、言い方は別にして地域は良くなっていかないというように思っております。とりわけその時に当然、実態の行政の能力、それから住民とか市民の力というのが圧倒的に重要になってくると。でこの部分で課題はもう見えているので、この解決をどうしていくのかということが最大の課題だと思います。私は基本的な仕事は民間のプランナーでありまして、先ほどの井上先生からコンサルバブルという話をやってました。安倍政権になってから相当実はコンサルバブルの状態が生まれておりまして、とりわけ今回の、地方戦略については、コンサルに言ったけども事態がいっぱい現れていると、入札したけども事態がだいぶ出ているということがありまして、それでコンサル以外も大学に頼ってみたいという状態も出ているようでありますが、そういう話を含めて悩みをお互いにどうやって共有化し解決していくのかという観点でお話をしてみたいというように思っております。まず地方版創生戦略に至った経過は、先ほど萩原さんとの話になりましたが、少し裏の話をしてみたいと思います。法律が昨年できまして、で1月から一挙に国の方で1月31日から説明会が地方自治体にありまして、その時に県、YouTube で流してるのか、まあいいや、県から全ての自治体についていくら金が落ちていくのかという数字が、僕が何で知ってるかって、これは内緒にして、内緒にしたって言うから出まして、でこれが尋常な実は金額ではなかったという金額です。比較的これも自由に使える金額で、として提示があったという段階で、地方自治体が相当実は、困ったという状況が現れました。なぜかというと、一つは内部的な体制の問題がありまして、果たしてこれが地方自治体が担えるのかというのは、実は、国からコンサルに丸投げをするなという正しい指導が出まして、じゃあコンサルに丸投げをしないで自分たちでできるのかといったら、それはご存知の通りできる自治体も中にはあるかもしれない。例えば京丹後市は即もう2月ぐらいには計画案が第1段階出てきましたし、今の段階で塩尻とかいくつかの自治体が出てきております。これはまあコンサルの使い方がうまかったんじゃないかなというように思うんですが、ただ他の自治体はさあこれから始める、場合によって今から入札を始めるという自治体が今の時点でもあります。こういう自治体はどうやっていくのかということについて一点非常に悩んだということです。悩んで解決の方はどうするか、解決の方を今作に頼るというようなやり方がだいぶ現れてきました。したがって私たちは年度末で去年のレポートを作っている最中に新年度のことを考えないといけないという事態がだいぶ出てきたというのが一点です。もう一つは後で細かく申し上げますが、今回の
とりわけ総合戦略という部分はなかなかよくできていまして、井上先生もご紹介ありました政策パッケージというのがありまして、国の方では約200の交付金の事業を持っていると、これを政策ごとにどうやって使っていくのかというのは地方自治体皆さん選択をしてください、自ら政策を作った上でその政策に合う交付金の事業を自ら選択をしてください、こういうような言い方をしていました。で、したがってどれを選択するかって非常に実は難しい話でありますので、これが果たしてできるかということが言って、もう一点は実はこれはやや国に対する批判でもあるんですが、果たしてこの交付金事業が何年続くのかという悩みがあります。手をつけたらですね、後で大変なことになるのではないかと、要するに早く自立をしようというふうに言われたら、じゃあ自分たちの資金で、できるのかということになると橋も外される可能性があるんで、簡単に言えばあまり事業は使わないでいこうねというような実は選択をしようとしている自治体の中にあると、まあ、いうようなことであります。まあ、いずれにしてもしかしこういう自治体の現状のもとで国もある種の方策を考えています。それが1枚目、皆さんの資料でいくと17ページ目から出てきております。左側に課題と書きました。これはおそらく先ほどの皆さんの先生も皆さんもあるいは地方創生に批判的な方々も国も同じ悩みを持っているのではないかなと思うんですが、自治体は簡単に言いますが流行りの言葉で言うと地方自治体にガバナンスがあるかということについて非常に懐疑的に思います。具体的に言うと、データはいっぱい世の中あるんですが、例えば国勢調査と住宅統計調査の分析までできないような自治体が果たして地域の実態をよく分かって分析した上で政策を出せるかどうかというのは分析力、あるいはマネジメント力、政策形成能力、コーディネート力、とりわけ住民を目の前にしてどうコーディネートしていくのかという力、とりわけここには住民の他に民間事業者が入ってくるわけです。もう一つは最近の地方自治体では PDCA サイクルというのをやっておりますが、必ずしもうまくいってない、うまくいってないというのは何かというと、右側に書いてあります、アウトカム指標が国が最近自治体に、国が言っている、私どもずっと言ってきたことです。達成度でちゃんと評価しよう、今の自治体は、アウトカム評価ではありませんで、アウトプット評価、ビラを何枚吸ったのか、何枚住民に配布したのか、これは全く政策達成、評価にはなっていないという、この PDCA サイクルをきちっとした評価実行というシステムに移していかなきゃいけないということは、地方自治体は悩んでいますが、うまくいってない、事務量がかえって増えるだけという自治体の職員が実はほとんどであるというように思っています。で、この部分をどう変えるかということについて、この総合戦略は何をやったのかということを細かく申し上げたいと思いますが、1点はビッグデータの提供、先ほど言いました日本は統計調査は相当先進国なんでいろんなことをやっています。これを実は分析するだけでいろんなことが実は分かってきます。しかもこのビッグデータは皆さんの手に入ると、私も国勢調査の結果を国のホームページにアクセスすれば省村ごとにブラッと出てきて、場合によっては町目ごとに高齢がどのくらい進んで若い人がどのくらいで住宅がどうなっているか大体見えるんですが、こういうビッグデータをどうやって使ってどう分析していくのかまで実は国がヒント DVD に入れて常時したり実は配ってるんです。で、こういうことまで国はきちんときめ細かくやっていると、それからそれをもとにして人口ビジョンというのを作っていく、将来、2060年まで人口がどうなるかというのも一つではなくて伸びる場合、マスター方式でやった場合に、あるいは独自でやった場合、3つぐらいのパターンで作るというやり方まで実は数字で出ますそのグラフができると、先ほどの萩原さんのデータのようなものですが、こういうものまで実は作っている。さらには先ほど言いました政策能力がないと言ってもしょうがないんで、政策パッケージ4つの方針のもとに実態に合ったもっと細かい方針作ってくれと、でこれに合う施策をですね、郊外型レストランのようにちょっと選べると、まあ、いうようなところが実はきめ細かくやって、さらには、先ほど井上先生が言いましたこれで間に合わなければ独自に提案してこいと、でそうすれば国は予算つけるぞというところまで実はきちんと丁寧にやっていると。
で、最後は事業評価。これも先ほど言いましたアウトカム指標 KPI 言いますが、ここまで実は国はこういうことをやりながら達成と評価すると。ただこれは絶対的にはないと。達成できなかったから悪いわけではないと。問題はなんで達成できなかったのかということをちゃんと評価して5年後見直しましょうという実は非常におとなしいというか当たり前のことを国は言ってきているというような実はことであると。でこれは非常に僕は丁寧で長寿主体をまさに政策能力ガバナンス能力をアップさせるために非常に僕は役に立つやり方なんではないかなと思うんですが、さてここで問題は果たしてこれが長寿主体の職員がこういうことを理解をしてできるのかどうかっていうところになってきている。もしも理解できてできなければもう何やったってこれは無理なんじゃないかと、まあ、いうようなことにおそらくなるかもしれないと。したがってこの後の方が僕は非常に恐ろしいというように思います。それから実は国中央創生戦略は創生戦略だけでは評価することは非常に難しいんで右の方に書きました。都市再生法と地域再生法という法律と半ばセットになってさらに年末にできました空き家特措法、まあこれ大した法律ではないってここで書いておりませんが、こういう5本ぐらいの新規立法ができておりまして、これのがある種一体となって、やってきているということです。その関連する法律についてはページでいくと、20ページにちょっと細かく書いてありますので概要だけ申し上げたいという、思います。先ほど萩原さんから概要話になったんで少し私どもの視点でこれが重要だという思うのだけお話をさせていただければ、僕のペーパーに行くと4ページ開けてくれます。で地方総合せ、創生戦略について先ほど申しました。で政策パッケージについて200の事業を国は挙げてきています。これ以外にも自治体が提案すればいいということです。で都市再生制度については先ほど小野先生からご紹介ありましたが、今中心市街地と言いながら公共事業優先であるということは明らかでありまして、最大の問題は富山でも中心市街地に人が集まってこない、隣の府中というところが人口伸びていると。これは何なんだということがあります。当然これに対してある種の解決策を作らないといけないということで下に書きました居住誘導区域というのを定めまして居住誘導区域外についての立地規制をやっていく。簡単に言えば建築などについて、まあ、一個一個は難しいんですが開発許可にかかるものについては規模を下げて自治体に届け出をして、場合によっては居住用誘導区域にの方で詰めというような誘導を図ってくるというようなことをやろうとしている。したがって緩やかな規制と書いたのはそういうことであります。もう少し強烈に僕はやった方がいいんじゃないかなと思うんですが、ただ国は再生法でもってこういうスキームを実は作ってきたということで、今これを運用する側にとっては果たしてこれを受け入れる自治体がどのくらいあるのかということが実は最大の問題になってくるかなというように思います。それから自治体だけで中心には主体性できませんので、これは本野先生から批判がありましたが、民間の開発についても適正化計画を作った場合に直接国が補助金出しますというスキームを作りました。でここで、民間がやや動き始めているという実態がありますが、少なくとも行政地方自治体を経由してなかなか効果が現れないんでいい提案を、計画に合ったいい提案をしてくる。例えば中心市街地に商業施設を作る、住宅を作る、病院を作るなどといった民間に対して直接補助金出すというようなスキームを実は作っているということです。国はそれなりに今までの中心市街地活性化について反省の面からってだいぶスキームをまともに僕は変えてきているというように思います。もう一つこの後ろの方で細かい資料がありますが、地域再生法というのも実は改正になりました。ここのポイントは地域再生推進法人かっこ NPO 等とかあります。市民が作っている地域、例えば NPO 等で地域再生にかかる事業をやっているというところについて自治体が再生法人として認定すればここに直接補助金が出るというスキームをこちらで作りました。簡単に言えば自治体だけには頼らないと、民間で地域を再生しようとする民間や市民に対しても事業者、市民が作る事業、NPO 等の事業をする主体に対しても直接補助金を出すと
いうスキームを実は作ってきたということです。これは今この法律改正法に基づいて地方自治体はまだ成果は上がってきていませんが、ただこの取り組みを今始めているところというところで、この3つがここにいくつか、すみません、モデル事業を国に挙げているのを挙げました。これがセットになって動いたときに一体どういう動きになるかというのは、これは想像すれば相当僕はできるかな、逆に言えば使おうと思ったら相当実は使えるんではないかなというように思っていますが、問題はこれを使うだけの力が地方自治体に本当にあるのかどうかということについては、おそらく約2000の自治体のうち使えるのはいくつか、場合によっては富山市でもこの居住誘導区域のプラン上は定まってますが、定めて緩やかな規制、これは土地が減ってなどをしないといけないんで、そこまで踏み込んだときに地権者から反対が出ないのかどうかということについては多分僕は出るんじゃないかなというように思っておりまして、ここを乗り切れるかどうかって非常に大きな課題になるかなと。それでちょっと先ほど飛ばしました、立地適正化計画を作った場合には市町村マスタープランだとみなすという法改正もやっておりますので、現在地方自治体には都市規約マスタープランというのがありますが、これにこれの都市計画マスタープランの高度なマスタープランという言い方をしますが、変わるプランとして国は認めるという言い方をしておりますので、こういう形で繰り返します、地方総合戦略、それから都市再生、主にこれは地方都市というふうに思ってください。それから地方都市以外にも地域再生制度を使えばいろんな事業を起こせると、従来は主にこれ土木事業だったんですが、だいぶソフトに入ってきたなという感じがありますが、この3点セットをうまく使っていくという手はあるんじゃないかな、こういうように思います。でこの時に何が課題になるかということを少しお話したいと思いますが、17ページにもう一度戻っていただければと思うんですが、実は地方自治体では今、これは今ではないな、総合計画を作っているというのは皆さんご存知だろうと思うんですが、もしもこの総合計画は今、地方自治法で議会議決の義務付けがなくなりましたので自主的に作れますので、このやり方、この総合計画とこの戦略がずれていたのでは問題なんで、どうやって整合させるかということを真面目に取り組んでいる自治体がいくつか出てきます。そうすると自ら計画を作ったものに基づいて総合戦略も組み立て、都市再生も組み立て、地域再生も組み立てるというようにやったならば、まさにこの制度を使いながら地域が自立したまちづくりができてくるという可能性がある。さらに実は今総合計画を作りながら何をやってるかというと、地方基本条例ができているというのはご存知だろうと思いますが、議会が議会規範条例が今適切であるという状況ですが、さらに対市民に対してどういうやり方をしているかというところですが、それは次のページにちょっと見ていただければと思うんですが、従来のアンケートだけをやって地区別に懇談会を開いて住民の意見を聞くということが事実上今破綻をしておりますので、そういうやり方を取らないという自治体がだいぶ増えてきました。あるいは並行してやる、その時に誰に依拠するかというのは、ここで格好書きで静かな市民と言いました、いわゆるサレンジョンマジョリティの中には、町づくりについて実は心の中では積極的に考えている市民が相当いらっしゃいます。この方にアンケートの時に自治体が開く集会に出てきてくれというやり方をします。これはどういったんで、またプランクスチェレという無作為中止で会議に出席されるというやり方ですが、こういう中から何が生まれているかというと、従来と異なるその行政と住民のパイプができて参加して討議しながら共感を生んで、みんなで気づいたら自分で行動を起こしていくという市民が何人か実は出始めてきているということが今の地方自治体の特徴であります。したがってこの総合戦略についてこれとうまく組み合わせたら、きっと実行部隊が、市民の中での実行部隊が育っていく可能性が極めて高いんじゃないかなというように思います。その時にやや先ほどの大野先生に対する反論ではないが、ややその違った見解を持っています。何でかっていうと、従来型のコミュニティ、デマインシャフトというかコミュニティについては崩壊をしているという実態なんです。実際なんて地域ではもうほとんどありません。自治体の組織率は東京周辺では 60% です。ちょっと郊外に行っても 80% です。これでどうやって地域とコミュニケーションできるのか。でしかも 60% の組織率のうちほとんどは
自治会には金を払うけども主体的に行動しない、全部高齢した町内会長、自治会長に任せてしまうと。したがって自治会長はほとんど行政の執行依存組織になっているというのが実態で、さらに最近は NPO の大半もこの方に近づいてきていると。そうすると地域コミュニティというのは事実上もう崩壊をして、なかなか一緒になっていわゆる共同というのはできなくなってきているという実態があると。で、私たちがこういう新しいやり方を組む中でいくつか今芽が出てきているというのが、下の点線の格好で来ました。従来のこの共産団体には申し訳ないんですが、批判的な市民運動から脱皮をして、あるいは違うグループがオルタナティブを行政に提案して、提案するだけではない、自ら動き始めるというような、これを僕は NPO とは言うのやがて NGO と言っているんですが、こういう組織が生まれ始めてきている。例えばこれを典型的な市民事業です。空き家がだいぶ生まれてます。空き家を自ら市民グループが地権者に接触して借りて、自分たちで地域のサロンとして開放するというようなやり方、例えば子育ての方に開放し、あるいは高齢者に開放するというようなやり方をいろんなところで今生まれてきている。こういう中からソーシャルビジネス、コミュニティビジネスが今いくつか生まれてきている。残念ながらまだ事業採算が取れるというところまでは行ってないんですが、主体になって動いている方についてはだいぶ、かつて企業に勤めてね、やや暇になって年金が入っている方や、亭主が一生懸命稼いでるんでですね、奥さんは豊かに市民活動ができるという方々が実はこういう動きを今始めてきている。これは明らかに20世紀型の市民運動とは違う新しい動きが出ている。こういう中で新共同組合ができました。従来の大規模な共同組合、農協のことを批判しているわけではありませんが、そういう共同組合ではなくて自ら共同組合を作っていろんな事業を展開するというような動き、あるいはここで事例だけ下で挙げてますが、例えばマンションの区民所有組合の中には、これは武蔵小杉の例ですが、高層マンションの管理組合が一緒になって NPO を自ら作っていくと。で、マンション間の管理の仕方について交流しながら、自ら地域のデベロッパーとか商業デベロッパーとか巻き込んで、商店街も巻き込んで、つなぎ役をやって、これによって地域の従来のこの町内会、自治会が元気になっていくというような取り組みがやっておりまして、これは相当今、武蔵小杉のホームページ開いていただければいいんですが、いろんな活動をやっている。この中であるいわゆる超高層マンションの中には、この超高マンションの方々が自らマンションの一部分を管理会社で持って、これを自らのバル飲み屋さん、お茶も飲めるんですが、というところにして、でしかもそこに女性を配置して、そこに行けばいつものお茶も飲めて、夜お酒も飲めるというコミュニティバルみたいなのを作っていると。それから大きなタワー型マンションですので、集会所が相当でかい集会所がありますので、これをマンション間で融通し合うというような取り組みを始めていると、まあ、いうようなことで、これがおそらく新しいやり方としてなるのではないかというように思っています。当然区分収容所有組合ですから、マンションの一部を売ったら自然的にマンションから撤退をするということになりますの で、区分所有組合ですから、先ほど言った町内会のように 90%、80%、60% という組織率ではありませんね。 100% の組織率ですから、 100% の組織率ができる管理組合がこう言いますね、コミュニティ活動を始めていると。残念ながら区民所有法でそこまでやるなというのがこの間日経新聞で出てました。ただこれ NPO で作ってやってるから、これは問題になるわけで、そういうような動き方をしていると、これは新しい僕は動きとしてあるんではないかなと思っています。でさらにいけば、最近はこれ地方でも協議会方針、地区別の協議会ではなくて自治体のレベル、あるいは軍、いくつかの調査が集まった軍のレベルで協議会を作って自ら、町づくりを担っていくというような動きが出ている。これらは僕はアソシエーションと呼んでおります。こういう組織づくりで自ら町づくりを担っていくという動きが徐々にですができ始めてきている。ただ難しいのは、わざと一番左に議会を書いたんですが、これは完全にこれは、行政が検討する政策
あるいは実行をどうするかということに直接住民が関与するというやり方ですので、いやいや議会が置いてこぼれにされる、これは僕からすればしょうがないんで、議会が活発化しないとですね、議会はいらねえという話になる可能性があるということです。この時議会はどうするのか、これは議会自ら僕が考えた方がいいんじゃないかなというように実は思います。で、こういう動きがあるという中で、実は真鶴の総合計画を数年前に作ったんですが、職員の人と議論しながらビジョンを作ったんですが、そのビジョンは真鶴もいつかは消滅をすると。今人口7000人で、1940年にはおそらく4000人になる。消滅するとは住民がいなくなるわけではないんですが、3000人になったら一体どうなるか、率直に言います、相当危機的な状況になる。自治体財政が持つのかどうかということも含めて、防災とか全部持つのかどうかということにて相当危機的になるというのは簡単にイメージで出るんですが、その時の対策として、職員の中から株式会社の真鶴町を作って、ここはいわゆる住民サービスなどを消防を含めてやっていったかどうかという実はアイデアが出てきて、まさか株式会社真鶴町ということは書けないんで、実はそれに似たようなスキームをですね、総合計画の中に入れました。今、職員はこういう発想に基づいていろんな動き方をしています。一例を申しますと、ウィークエンドワークショップというのを土日に開きまして、町民の方に集まってもらって自ら企業を起こしていくということを若い職員が始めております。実際にこのワークショップの中からいくつか市民が町民が担った事業が生まれてきているということがありまして、これがずっと延長されていくと、まだ実際上はまさに株式会社の真鶴町というのが出来上がっていくのではないかなというイメージを今持っているというところです。はい、次お願いします。あと2分になります。で、実はこういうことを行政が僕は直接権力的に関与してはいけないというように僕は思っております。で、その時にただどういう法律がしようかということでありますが、一つがこれが今我々のグループの中で検討していますが、協同組合法の改正が必要だねと。今の協同組合法が分野別になっているので、各国は協同組合の基本法みたいなのを作って、隙間の部分について協同組合を作れると、芸術家の協同組合とかいうようなことにしましたが、まあ似たようなことをやったらどうかというように言っては思います。これは他のグループもそういう提案をしています。もう一つは、実は今背景、町づくりの空き家の背景で進んでいるのは、ご存じのように土地の放棄です。土地利用の放棄ではなくて土地所有の放棄です。私は空き家調査をやっておりますが、空き家を調べて今固定資産税台帳で調べられるので、そうしたら実は固定資産税を納めていないという権利者が相当土地があります。さらに言えばアンケートを配ったけども住所不定で帰ってきてしまうという土地が相当現れています。これについて空き家法では全く実は対処できないというような問題点を持っているということで、当然強制執行する場合も権利者調べて、合意というか、まあ説明しなきゃいけないというような手続きが必要なわけで、これについてどうするかというのは被災地もそうですが、被災地以外でも全国的に問題が起きてて問題になっていると思います。そういう時におそらく、土地の一括借り上げみたいな制度が強制的に必要になってくると。どういう法律かというと、土地の管理法みたいなのが必要になってくると。土地利用の義務付けをした上で、土地利用していない場合、場合によっては行政あるいは第三者が一括して借り上げて地代を払うけども利用は任せてもらうというような、まあ、審議法でやってるんですかね、というような制度もおそらく必要になるんではないかなというように思います。もう一つは、中心市街地達成ができれば国土全体は救えませんので、東京も含めて都市田園都市計画法というような国土全体を網羅するような法律をきちっとスキームを作っていく必要があるのではないかなと、まあ、いくつか私は提案があるんですが、こういうことを含めて今後議論していくと。ただしには今先ほど五十嵐先生がありました都市改革法というのは今提案をすると国会に段階に来ているんですが、この次のステップでおそらく国土全体を対象にする、それから土地放棄に対応するような法制度を実は早く作らないと2040年に場合によっては間に合わないという可能性があるのではないかなというように思っているというところです。あとは東北の震災については五十嵐さんからいくつか批判があったんですが、私なりにそれは違うんじゃないかなという批判がありますので、これは議論の中でしてみたいなとこういうように思っています。以上です。野口先生ありがとうございました。
ネルディスカッションに入りますので、会場の方の組み替え